初演時のポスター、ジャミレは、ジョルジュビゼーによる一幕のオペラコミックである。ジャミレー及びデジャミールとも表記される。ルイガレによるフランス語のリブレットに基づく。このオペラは1872年5月22日にパリオペライコールコミック座で初演された。ルイガレ本作は、ルイガレがアルフレッド・ド・ミュッセの長子のナムーナを素材として書いたものである。初演は、 エミール・パラディールの留め金、サン・サーンスの黄色い王女と共に上演され、アリーヌ・プレリが大名役を歌い、コミック座の支配人、カミユリュ・ロクルが舞台装置を手掛けた。ガレによるリブレットは必ずしも劇場向きではなかったが、それを補ったのが東洋的ムードあふれる衣装と舞台装置であった。特に日没の場面の効果を出すために、 特性の照明設備が備えられた。フェリシアン・ダビッドは自分の公共的オード、砂漠がオリエンタリズムを吹き込んだ音楽の中で最も輝かしいものと絶賛している。また、エルネストレー・エールはその音楽を称え、特にその異国的要素とリアリズムの巧みな結合を褒め、美勢を若い連中のリーダーと評した。しかし、リブレットの劇的な面での弱さもあり、 カルメンのように個性的な魅力もなかったことから、本作は永続的な人気を獲得することはできず、10回公演されただけで、フランス国内では1938年まで再演されなかった。クラウス・アダムスによれば、リヒャルト・シュトラウスは彼の空想のオペラ博物館の中でこのジャミレに名誉ある地位を与えている。カール・ベームに送った。 芸術的遺産の話の中で80歳の巨匠はビゼのこの一幕のオペラがオペラコミックの一つのレパートリーに加えられて叱るべきだと語っている。こうした評価はグスタフ・マーラーにとっても同じで、マーラーは1898年にウィーン宮廷歌劇場でこれを取り上げ、その後1922年まで22回上演したのである。 イギリス初演は1892年9月22日にマンチェスターで行われた。アメリカ合衆国での初演は1913年2月24日にボストン歌劇場にてマルセル、ラフィット、ジャコーネラの配役、指揮はフェリックス・ワインガルドナーで行われた。フェリックス・アンリ・ジャコモッティによるビゼイ合唱、アルンの友達、奴隷、音楽家、 戦闘たちなど、約65分時と場所。時代は19世紀。舞台は、エジプトのカイロビが暮れつつある邸宅で金持ちの、息子であるアルンは、彼の重木、スプレンディアノと一緒に横になり、タバコを吸っている。舞台裏からナイル川の戦闘たちのエキゾティックな、日が沈むぞという合唱が聞こえる。奴隷女のジャミレは、アルンの目に見えない少し離れた物陰から彼を優しく。 見つめている。アルンがスプレンディアノにジャミレの所在を尋ねると近くにいるのでしょうと答える。スプレンディアノは密かにジャミレに恋心を抱いているのだった。アルンは毎月奴隷女を買い替えていた。1ヶ月で役割を終えるとアルンは女奴隷に金品を与えて解放していたのだった。間もなく一月が経つので女奴隷の交代の時期が迫っている。砂漠のような心のアルンは ジャミレに恋をしていることを否定し、スプレンディアノにお前の好みの女を選んでこいと奴隷市場に使わして新しい女奴隷を連れてくることを要求する。スプレンディアノはアルンが女性を愛さず自由な生活を愛するだけなので捨てられたジャミレを自分のものとすることができるだろうという希望を抱くのだった。アルンが飯使いに夕食を出すように準備をさせる。ジャミレが現れて、 海に溺れて死にそうになったという悪夢を見たという話をする。アルンはジャミレに首飾りをプレゼントしようとすると、ジャミレは贈り物よりもそれをくれる方の手の方が望みだという。夕食が終わると、アルンの友人たちがゲームをして夜を過ごすためにやってくる。友人たちはジャミレを見ると彼女の美しさを称賛する。スプレンディアノはジャミレに間もなく解放されるから。 そうしたらスプレンディアノの女にならないかと提案する。そこでジャミレはスプレンディアノとある約束をする。それはアルンが新しい奴隷女を物色する際にその女たちの中にジャミレを紛れ込ませてもらう。もしアルンがジャミレを見染めて心からジャミレを愛するようにならなければスプレンディアノのものになるというものだった。ジャミレは自分の運命と愛の弱さを嘆くが ダンサーの衣装を着て、周知人に苛なまれながらも、奴隷商人のところへ出向くのだった。やがて、アルンの邸宅に、スプレンディアノと奴隷商人がやってくる。奴隷商人は、宝物をご覧くださいと、奴隷女たちにダンスを踊らせる。アルンはベールをかぶって踊るジャミレに気がつかないまま、ジャミレを気に、入り、自分のものになるように迫る。ジャミレは泣いてしまうが、 アルンは彼女を慰める。月光が部屋を照らすと、アルンは彼女の正体が分かり、ジャミレが彼を愛していることに気づく。アルンは束縛された生活は嫌だと自分の気持ちに抵抗しようとするが、彼女の情熱的な愛が彼の心を優しく解きほぐし、愛の二重症となり、二人は結ばれる。ありがとうございます。